フリースキンが14180、スティルマンが1407、いや25、ダメだ覚えられない。こんなの覚えられるわけねえよな。はい、じゃあメタルギアソリッド2ですね、やります。いつの間にかね、なんかプリスキンの通信が使えるようになってるんですけど、どうなってんですかね、どういうことなんですかね。まあどうでもいいや。で、残りのボムがまだここにあるんだよね。沈殿池、沈殿池かな、セディメントプール。はい、くたばってんのが大丈夫だね。あ、これ十字キーでも動くんだ。これ危ないな。はい、異常だらけだ。いつものどうやってつか、どこに間違いがあったのかな。あ、これセンサーか。まあ、まずはそこに行って確かめてみましょう。いや、スティルマンがね、歩けるのすら俺はもう忘れてたよ。よし。こういうね、ふざけた声を出すのがね、昔からある大好きなんですよ。ああ、あそこの人だったのか。なるほどね。これ下から行った方がいいのかな。もしかしたらなんか大変なことになってるかもしれないかな。どこかあったかな、それとも入れる扉があるのかな。センサーどうだ、いるかい、いるかいっていうか、あ、危ないな。あの人定時連絡さんだったかな。あ、見つけた。ライデンなんですかね、大佐。熱すぎるだろ。そんなキャラだったの？ほい。偏差打ちが下手すぎる。ふにゃふにゃ。あ、当たるかな。当たりはしたけど。お、足音が。気のせいか。どこだ？ありますか？あ、もしかしてさ、これ匂いがない爆弾とかあるのかな？考えられるかな？もう一人が地に落ちましたね。あ、やっぱり匂いがない爆弾がある。やばいな、親父さん。見誤ったな。最後のシオンを解体した。センサーに映るものはもうない。よし、よくやったライデン。あれ、先を越されたな。俺の方はまだ一つ残ってる。センサーあったかな。間違いない、無臭のシオンだ。しかもすごい量だ。シェルワンにもあると思う。ある、おそらく A 脚テープのどこか。確かに。この脚テープを破壊するとシェル2はほぼ壊滅する。よし、シェル2が沈むということだ。よし、いや、すぐには沈まん。この客が破壊されてもまだ5客残っている。ただしシェル1も同時に爆発すればそうはいかない。やるぞ。ビッグシェルは微妙な均衡で姿勢を保っている。やるぞ。シェル1も爆破されれば自重を支えきれなくなり自壊する。どうする。無臭のシオンも探知できるセンサーがある。分かった。中性子広報散乱装置と水素爆発物探知機を併用したものだ。やるぞ。そんなもの持ってきたのか。ああ、貯蔵庫の中で調整しておいた。やるぞ。使えるのか。ここで試した。確かに反応する。ただしレーダースクリーンではなく音で知らせる仕組みだ。やるぞ。音の感覚だ。やるぞ。短くなるほど接近していることやる気満々だな。分かった。私のいた貯蔵庫にもう一式ある。取りに行ってくれ。ライデン、そっちは頼んだぞ。もう少し調べて冷却できるかどうか試してみる。それまでは手を出すな。分かった。連絡を待つ。ということは、まずあの冷蔵庫、食堂に戻んないといけないのか。あそこ嫌なんだよな、もう敵がいっぱいいて。あ、やばい、定時連絡さんが来るな。あ、まずい。
よし。これは連絡橋からも来るのかな。知ら、大丈夫ですね。とっとと。大丈夫か。どこ、俺どこ見てんだ。あ、あ、あそこにいるじゃないか。まずい。よし。危ない危ない。なんか持ってる？何もないと。役に立たないやつめ。敵がなんか復活してるっぽいんだよな。やだな。まあ寝てる人はね、その時間でやっぱ起きるみたいだけど。大丈夫？危ない。おれ。よし。じゃあとっとと戻りましょうか。異常だらけだ。あれ？ということは爆弾がまだたくさんあるってことか。面倒になってきたな。よし、大丈夫だね。あ、人来るかな。あ、あれ帰ってきてんのか。今のうちに頭抜いた方がいいんじゃないか、これ。どこにいる？あれか？はい。いや、レーザーポインターっていいですね。おもちゃでも人に向けて撃っちゃいけませんよ。お、ああ、ここか。嫌な場所だ。ここも、定時連絡さん危ないからな。あ。誰でもないですよ。戻ったか。フォールドアップがなかなかできないですね。首も締められないし。難しいな。あ、こっち来るかな？来ないか。あ。あ、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 あ。誰かいるの？ここで消す。あ、まだダメだった。ない。ここ一発の、なんだろう。狙いが。足りないね。あ、やべ。まあ、いっか。よし。まあ、いっかって。余裕だからな、俺も。全然気にしないからな。まあ、いっか。お、なんだ？ M9 バレット。よし。場所はこっちでいいんだっけ？大丈夫かな？おー、避けやがった。じゃあ、倉庫でこれを、よし。これで、うん？って言うはずなんですけどね、通常の神経を持つ人間だったら。どっから来る？戻ってくるだけか。止まれ。あ、なんてところだ。ここでいいか。よし。タイミングよく離せば、その撃ってるところを確認しなくてもいいんだね。当たってるところを。すぐこの主観を離しちゃっても、狙ってくれるんですね。それは、いいですね。いやー、ついに戻ってきてないですね。俺はどこまで行けばいいんだ？どこだ？食堂。あ、もしかして、間違えたかな、俺。逆回りすればよかったのか。ああ。あ、来る。来ない？動くな。よし。ちなみに。あ。敵襲だ！ソイン、結構。なんでもないです。すいません。すいませんでした。そう、今みたいに、手をね、下げちゃうと、うやって言うんだよね。あ、そうだ、無線機壊せばよかったんだよね。うっかりしてた。そこまでのプロやないからな。おーれー。もう一人は？来るかな？おれー。これ落とせないのはなんで？俺が下手くそだからかな。昔落とせた気がするんだけどな。そういう、あれかな、なんか残虐性、につながるから削除されたのか、それとも投げ落とせるのは俺のただの錯覚、勘違い
だったのかもしれない。さあここのカメラさんもね全部破壊して、あれ？あ、破壊して行かないとな。こんなものはねあっちゃいけないんだよ。これこれよし。めっちゃキュッキュキュッキュ音鳴ってるけどいいんですか？いやー、やっぱ見つかるようにしたのは、見つかったらゲームオーバーシステムにしたのは正解だったかもしれないですね。大丈夫かな？おい、バレてない。大丈夫大丈夫、よし行こう。無益な殺生はしない、それはたとえ機械でも。どの口が言うんですかね、散々もう殺害しておいて。ここも、ここの人もみんな俺削除しちゃったんだっけ。もう異常だらけだ、いないもんね。あ、かわいそうに。あ、スイカがありますね。そう、破壊できるんです。スティルマン、センサー B を入手した。そうか、 A 脚底部に向かってくれ。その通り。無臭爆弾はどうなった？目の前にあるが、まだ近づいてはいない。わかった。プリスキンの方はどうだ？もう少し待ってくれ。今最後の客に到着した。敵兵が邪魔だ。先に排除する。わかった。スティルマン、厄介そうなのか？あ、少し妙だ。起爆装置が作動していない。そう。何？だがセンサーは生きている。そうか。これは。こちらプリスキン、最後の C4 を発見した。よし。まさか。今から凍結する。これで。プリスキン、待って。そうだ。よし。やはり。どうした？起爆装置が動き出した。カウントダウンしている。どういうことだ？通常の C4 爆弾の信号が全て消えたら、こちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだ。その通りだ。ライデン、シェル1の爆弾も起動しているはずだ。間違いない。急いでくれ。残りカウントは300秒だ。300秒。ライデン、急げ。そうだ。 A 脚テープに急ぐんだ。そうだ。一言だからな、心の声。あ、おー、はいはいはい。A 脚はどこですか？あ、ちゃんと見せてくれてるね。ありがとう。そうそう、エレベーターでね、行けなかったもんね。これで行けるようになってるんですね。何分？ 12 分。あ、まだまだ行けますね。死んだところとか見つかれば終わりなんで、基本的にこのゲームもう俺死ななくなっちゃったからね。おーれー。よし。大丈夫か？第2、第3の。なんだっけ？サイファーとかがあると困るんだよな。でもな、俺サイファーって言うと、あ、そっか、最初はこの、大丈夫か、音で全然気づかれないんだけど。FF にもね、サイファーってキャラがいるんだけど、最初にプレイしたのが、まあ、こっちのこのゲームの方のものだったんで、どうしてもいいかな。よし。まあ、どうしてもサイファーって聞くとあの機械になっちゃうんだよね。よし、相当早いんじゃないか。まあみんなね、俺殺害してるからしょうがないんだけど。まずい。よし、これはもう恒例行事だ。こいつにはいつまでもいつまでも死んでいただくぜ。あ、ここにもいるんだっけ、敵が。あんまり弾の無駄遣いもしてられないかな。あ、足が速い。ほい、やってくれ。足を踏み入れたら速攻でなんか自動で行ってほしいんだけど。なんすか？ライデン、プリスキン、いいか、よく聞いてくれ。やるぞ。どうした？まずった。わかった。何があった？ハットマンにやられた。よし。距離だ。マイクロ波だ。よし。マイクロ波。2メートル以内に近づくと感知する。私の教えていないトラップだ。さっきの仕掛けといい、このトラップといい、爆弾の技術に関する限り、
奴は私を超えたな。だが親父さん逃げろ。いや、あと30秒もない。そんなバカな。ブリッジン、エッジ極からなるべく離れろ。だが親父さん、ライデン、近づいてはダメだ。冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ。俺にできるのか。お前ならできる。いや、無理だ。大丈夫、やるんだ。よし、お前ならできる。大丈夫か、これライデン。実は悪いやつなんじゃないか、これ。心の声が悪すぎるんだけど。近づいたら死ぬらしいので、どれだ、これか。あ、違うな。センサー B、 これだね。どこにあるんだ、敵は。いるのか、いないのか。ソーコムバレット、ソーコムバレット、どこだ、どこにあるんだ。いきなり爆発とか嫌だぞ、俺。あー、クマムシじゃなくて、なんだっけ。あー、どこだ。うん、わからん。あ、遠のいた。あ、近づいた。あ、遠のいた。おー、やめろ。勝手に入るんじゃない。そんなに時間ないんだよ、俺。水遊びはまた今度にしようぜ。水泳はいいぞ。どこだ。うわあ、やだ。ああ、やだ。どこだ、大丈夫か。どこだ。ああ、死ぬ、死ぬ気がする。時間はまだ全然あるから大丈夫だけど。あ、ここでレーションが取れるのか。あ、フルです。フルでした。どこだ？え、どこだ？あ、あった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 。船の上だ。どうやって行くの、あれ。どこから。あ、普通に登れるところがあるね。よし、行こう。時間は115秒。動画撮ってる時間は18分。余裕ですね。俺はゆっくり行けばいいでしょう。ゆっくり、あれ？あ、ここからはいけないのか。俺もあれかな、重機かなんかで破壊できるのかな。あ、意外と時間ない？ 90 秒って。時間意外とないかな。俺、届くのか？どうだ？む、届かない。どっからだ。こうか。おし、いいぞいいぞ。あはー、違うの。急いで急いで。あー、やばい。いきなりもう時間がなくなってきた。あー、最近タイムリミット系が多いですね。落ち着こう。落ち着いていこう。まだあと1分ある。1分あれば何でもできる。ここで落ち着いて3区。おれ、かっこいい。そして、食らいやがれ。おい、やったか、やってるか。あ、いけるいけるいける。あぶねえ。ざまあ見やがれ。大佐、爆弾を解体した。よくやった、ライデン。大きな犠牲を払った。ああ、大佐、爆発の影響は。汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしい。そうだ。シェル2の中央棟が浸水している。それと油膜に引火して海面が炎上している。有毒物質の発生は。今のところは心配ないようだ。ビッグシェルは姿勢維持できるのか。大丈夫だ、シェル1には影響はない。とにかく爆弾の脅威は去った。次の指示は。大統領の救出に向かってくれ。とりあえずそこから上に戻るんだ。了解。ひでえ言い草だよな、爆弾の脅威は去ったって。確かに去ったかもしれないけどね。え、どんだけの犠牲を払ったと思ってんだ。懸垂をせざるを得ない。これどれだけやったらさ、レベル上がるんですかね。 100回くらいやるのかな。俺やらないよ。やらないからね、レベル上げとかしないしさ。何ですか。ライデン、
爆弾の強制除去に対する報復があった。何？人質が1名殺害された。奴ら屋上でこれ見よがしに頭を撃ち抜いてみせたよ。衛星がはっきり捉えた。クソ。今後1時間ごとに1名ずつだそうだ。どうすればいい？俺はそのまま任務を続行しろ。大統領救出が優先だ。他の人質は？最優先はジョンソン大統領だ。人質に優先もクソもない。ジャック、冷静になって。あなたの気持ちはわかるわ。でもあなた一人では人質全員を救出なんてできない。俺一人ではな。あの男に期待しているのか？無線は通じないようだが。俺一人では任務遂行は無理だ。あの男はシミュレーションには入っていない。あの男はファクターには入っていないのだ。大佐、何だって？君の任務はあくまでも単独作戦行動。シールズの再突入はないのか？まだ目処も立っていない。我々は待つしかできない。君だけが頼りなんだ。分かった。ライデン、大統領の救出に向かってくれ。まず A 脚上部に上がるんだ。非常に、まあ、大佐もだけどローズも不自然な感じはしますよね。で、なんであれはね、走行も構えてたかっていうともう分かってたんで、さすがに。ただこれはハードはどうすんだ？ねえ、この人なんでお察しでしょ？弾当たらないんですよ。どうしようかな。多分近づいたら近づいたり、やはり生きていた。吹っ飛ばされそうだし、かっこいい。私はこの時が来ると信じていた。さあ出てきて私を殺しなさい。父を殺したように。そうもなくお前を殺す。まずい。あの男じゃない。いえ、面白そう。お前、地獄を見たことがあるわね。お前なら私を殺せるかも。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女、そして死を拒絶された女。さあ私を殺して。